明けましておめでとうございます。今年はトラ年ですね。ザ・ハンターにトラはいないので、ライオン狩りします。狙うはダイヤモンドと、レアケガワですね。ライオンのレアケガワは、ブロンド、ダークブラウン、アルビノの3種類です。個人的にはアルビノが好きなので、アルビノを狙っていきたいです。今回のライオンはダイヤサギでしたね。では次行きましょう。狩猟時の録画失敗していましたが、ブロンドのライオンを狩猟しました。遠くから見つけると、普通の毛皮に見えそうですね。一応レア毛皮なんですけど、特別感が薄い気もします。近くで、レジェンダリーのライオンを見つけました。ちょっと場所が悪いですが、この辺りにいるはずです。声が聞こえましたけど、近いですね。襲われそうです。やめて、食べないで、私美味しいですよ。あ、ハンターが力尽きた場合、マップからファストトラベルすると、通常より早く復活できます。この方法を使うと、なぜか装備が表示されないので、H キーを2回押して装備します。ライノか、レンジマスターか。いや、この距離ならライノですね。さあ、かかってきなさい。あ、今、明らかに方向転換して襲ってきましたよね。そんな追尾性能高かったの、初めて知りました。3度目の正直という言葉があります。つまり次はいけるということです。もう、そのステップは見切りましたよ。2度あることが3度ある。よし、次は決めましょう。あ、止まってるラッキー。すぐ追いたいですが、ちゃんと地名取れてるか確認します。よし、大丈夫そうですね。ではトロフィーを確認します。ダイヤモンド230投目にしてダイヤモンドが出てきてくれました。ライオンは単体でしかいない上に感覚が鋭いので大変ですね。さて、今回は陽気な関西人和樹さんの配信に遊びに来ました。今回の獲物は、そう、アルビノのライオンです。ライオンのアルビノは、神々しい感じがします。かっこいいですね。痕跡を見つけてから探すのに苦労しましたが、無事、仕留められました。毛皮の種類、アルビノ。これは、いいものをいただけました。動画外で、ダイヤモンドのライオンを2匹献上したご褒美でしょうか？では、トロフィーを飾りに行きます。オスとメスのライオンで作成できる王権です。オスは、ブロンド、メスはアルビノで作れました。ライオンのアルビノは、肉球がピンクなの可愛いですね。では、今回はここまでです。今年も動画を上げていく予定ですので、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。